先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。吉先生の本を読んだところ、たくさんノウハウが書いてありますけども、ライバル会社とか心配じゃなかったんですか。なるほどね。はい、あの、まあ、僕の本を読んでいただいたわけですね。はい、<laughs> 僕の本は結構、その、僕が太陽光発電をチラシ広告で売ったノウハウっていうのを。 余すことなくね、結構がっつり書きました。はい、まおかげでそのレビューとかもね、あの高評価のレビューとかをいただいておりますので、まあ、読んだ方からね、あのすごいぞっていう風うな声をいただいております。で、まあ確かにあの僕もその。 120書き切るつもりで、えー、書きました、うん、でその時やっぱ本を出すっていうのはあのやっぱ男ならねあの誰もが憧れることではあるわけですよ <laughs> 本の出版っていうのはでそこで出し惜しみできるほど僕にそのなんていうの箔があるかとかその権威があるかと。 で誰もが知っている人間っていうわけでもないわけだからやっぱその僕個人が前に出すよりも僕の持っているノウハウだとか僕のやってきた体験とかがあの体験とかをあの書籍に載せることであこういうやり方があるんだって言ってその何て言うのあ俺もや真似してみようとかでもし今ね苦しい人がいらっしゃるんだったらあこれが高い策になるぞっていうふうになってくれる方が あのまあ、本としての役割が果たせるんじゃないかなっていうのを思ったこともあるし、はい、そ,のそれぐらいやらないとあの無名の僕が「本書きました」って言ってもその、ね、参考にならなかったら「なんだこれ?」っていう風になっちゃうだけだから、まあ、そこはちょっと思いっきり書こうとは思っていたのよね。 よくそのなんか地方の,そのちょっとお金持っている中小企業の社長がその、まあ、お金はなんとかあるぞと、だけどその名誉がないみたいな、名声がないみたいなそう、だから本を書きたいって思ってる人がいっぱいいてるわけですよ、<laughs> まあこういう人がよく自費出版の方とかに、ね、あの行っちゃうわけなんだけど、自費出版とかその企業出版とか言って言われてるやつね、そういう方にこうに行くわけなんだけどその、でも商業出版って結構難しいわけね。<laughs> 僕は商業出版 することができましたけどその地方で無名のしかも新人本を一冊も書いたことない人っていうのは99%無理だっていうふうにも言われているわけねうんで,でもやっぱ男のロマンだからさ本を出すっていうのはあの一つねちょっとあの認められた感もあるしその本を出すっていうのはやっぱ権威の一つの表れでもあるかなと思うわけですよでだけど本を出すってこことはこれはれの 編集長にも言われたんだけど、あのやっぱノウハウを結構出さなきゃいけないですよと、であなたはこの、例えば、ダイレクトレスポンス広告って僕は本になりましたけど、そのダイレクトレスポンスの専門家ってことにもなりますけど、よろしいですかみたいなことを言われたわけね。だ、はいうん、からもう、さまざまな、僕が使ってきた全部のアイデアを、その手の内をね、ばらさなきゃいけないみたいなことになってくるわけね。じゃあ、同業他社が見たら、おほういってなるわけじゃない。<laughs> それでも出そうと思った理由は、僕は2つあって、 1一つはその、まあ、コンサルトをしてやっていこうと思ったときに、これはブランディングが必要だなと、無名の誰だか分からない人が、いや、こういう方法で太陽光を売れるんですよっていうふうに言っても、なかなかやっぱり広がってはいかないから、あのやっぱ本を出すっていうブランディングが必要だなと、で自費出版では、やっぱ箔がつかないから商業出版で出す必要があるなと。 でまあ、太陽光以外の,そのまあ柱が欲しかったっていうのはまあ一つの本音としてはあるかなと思います。2つ目がそのまあ要はノウハウを出してもすぐ真似されないわけね <laughs>、うんまあ、ちょっとずる,ずるっこいことを言っちゃうと本って結構ね時間がかかるわけですよその執筆してから本としてその本屋さんに並ぶまでにちょっと時間がかかっちゃうわけね。 うん、だからその時間の差があるわけだからその時僕は太陽光発電の,その、まあ、太陽光バブルが終了して太陽光がこれから売れなくなるぞみたいな感じになってきてたわけね、はい、でじゃあ太陽光バブルの真っ最中の時に僕は本を出したかったかって言われるとそれちょっと嫌だったのよなんでかっていうとやっぱりライバルにその使われるのが嫌だったから ライバルに知られるのも嫌だったしこれはやっぱりその僕がそれでガンガン売ってる時にそのノウハウを出して真似されるのはやっぱ困るなっていうふうに思っていたわけねで実際僕が本出したのは2018年の1月だったんだけどその2016年2017年ぐらいに執筆していたわけなんだけどねでその頃にはまあもう太陽光バブルも,もうだいぶ減ってきてたし、うん、もうこれだったらノウハウを出してもまあいいかなと思ったんだよ。 うん、もうそんなにもうその太陽光バブルではなくなってきたし、まあ、もういっぱい倒産してたからね2015年問題っていううに言われてたんですよ太陽光業界って太陽光の,そのメリットっていうのがなくなってしまうよとだから太陽光を扱ってる会社いっぱい倒産するぞなんて言われていて。 でそういう時にその本を出せれるっていうのは、まあある意味チャンスでもあるのかなと思っていたわけねうん。で、その僕が出したノウハウっていうのは、そのまあ、もう一個時間がかかるっていうのは、真似しても結構時間かかるわけね。僕は実際にダイレクトレスポンスっていうやり方、ダイレクトレスポンスマーケティングっていうのは、アメリカで100年以上前ある、前からあるやり方なのよ。それを知って僕もやってきたわけなんだけど、だけどそれ成功するまでに僕は2年かかっちゃったわけね。 もう最初やっててもなかなかうまくいかないわけよ。その理論だとかその知識とかはもういっぱい本読んで身につけたはずなんだけどいざそれを実践してやるっていうふうになってきたときになかなかうまくいかないのよね。 あのレビューじゃないわ、あの有料のやつを買って、あこう、参考になるやつあるわと思って、それを似してやってもうまくいかないわけですよ。あれ、うまくいかないな、みたいな、<laughs> なんでうまくいかないんだろうみたいなことがずっと続くわけね。だから、ノウハウっていうのは、無料で出しても、僕は別にいいんじゃないかなと思うわけ。うん、だって、それを真似してやったとしても、やっぱりなかなかうまくいかないっていうのがあるわけね。で、実際、そのヤズヤの初代社長が言ってはったのよ。 あのノウハウを100%出しても大丈夫ですよと言ってはったの、でやズやの,その、まあ、先代になるんかな、社長さん、今3代目なんかな、ちょっと僕詳しくは知らないんですけど、初代の,その,やずあの社長さんが、 中小企業のね、社長さんを集めて、そのなんかセミナーみたいなのやってはったんやって。お金は出せないけども、知識と知恵はあの出しましょうねって、分け与えましょうみたいな感じでやってはったんやって。でその時に集まってた社長さんの誰かがさか質問して,はとしてはったと思った、ね、あのよ。 僕たちに教えてくれるのはすごいありがたいんですけどそれ出してもいいんですかって大丈夫なんですかと真似されたらやばいんじゃないんですかっていうふうに聞かかったらでその社長がいや全然大丈夫だよと、うん、あのノウハウをわ例えば僕たちが言ったとしてもその聞いた人たちはうわーいい話聞いたなーって言って終わるんだともうほとんどそれで終わってしまうと。 わいい話聞いた、俺もやろうと思って実践する人って多分1人か2人ぐらいしかいないんですって言ってでそこからさらに成功していく人ってなってくるとまたさらに少なくなってくるから別に全然大丈夫なんですよとみんなほとんどの人はいい話聞いたなって言って何もしない人ばかりだからだからノウハウはその惜しみなく僕は言うんですっていうふうに言ってはったのよあなるほどと思って。 確かにそうかもしれんと。いい話聞いたなと終わる人がほとんどやと。で、いざ実践してやってみても、僕は2年かかったっていうのもあるように、やっぱすぐに成功するっていうことはあんまりないかなと思うのよ。多分すぐ成功できる人っていうのはものすごくセンスがある人だから、まあ、それの人はね、勝手に多分伸びていくんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、まあ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 ね、みんな失敗しまくると思うわけですよ。失敗するから、みんな途中で挫折しちゃうわけね。<laughs> ほとんどの人が <laughs>、うん。で、もう一個言っちゃうと、 僕はその本って、さっきも言ってたようにちょっと遅いわけね、出版までにちょっと時間がかかるわけだから、執筆してからその本屋さんに本が並ぶまでに時間がかかるし、その太陽光のノウハウ、特にあの僕がすごい悩んだのは、太陽光であの富を生む広告だっていうふうに僕は言ってるんだけど、その今までずっといろんな広告を売ってきて、めちゃくちゃ大ヒットした広告があるわけですよ。これちょっとその、まあ 高額で、ね、ちょっと販売してたりしててたたりんだけど当時、これをただで、その要は1500円の本に載せるのは、ええんかなとか思ってたわけで、ね、<laughs> いいんかな、だけど、そのさっき言ってたように、そのコンサルとしても、 一つの箱をブランドとしてブランディングをつけるためにもやっぱ本を出しておかなきゃいけないとでその本を読んだ方がうわこれすげえっていうふうに思ってもらうためには本を出したはいいけど何やこのクソしょうもないのはっていうふうに思われたらちょっとやっぱり嫌だったからうわすげえって思ってもらうためにはやっぱ秘蔵の,この、ね、大ヒットしたチラシ広告っていうのを出してでそれを真似してうまくいく人がいたらうわすげえっていうふうに思ってくれるだろうし、まあ、それはいいかなと思ったわけね。 で僕もその、のえば YouTube とかポッドキャストとかで無料で、ね、あのノウハウとかを言っているんですけど僕も無料と有料の,その区分けっていうのがあって無料で伝えている部分っていうのはその、まあ、ノウハウとか手法の部分は無料で伝えているわけ、ね、でなんでかっていうと僕がやっていることはアメリカの,そのダイレクトマーケティングの話だからもう調べたらそのインターネットに出てくるわけよ。 100年前からやっている事例だから、もちろん有料で販売している人を見たら、無料で,無料で、ね、公開している人を見ているわけ、ねまあ僕もその無料で公開している人の一人になってると思うんだけど、それをもう無料で、こういうやり方がありますよっていうふうにやると、そのセンスのいい人はそれを見て、成功していくかなと思うわけね僕も実際、お金がなかったから、そんなたくさん有料なあの,有有料の,あの教材っていうのを買うことができなかったのよね。 うんでだから、なるべく僕は無料で言っていこうと。で、僕が有料で販売しているものは何かっていうと、僕の成果物に関して言えば、これは有料で販売しますよと。例えば、その太陽光発電をチラシ広告で売りましたよと。で、チラシ広告の部分は本とかを見たら載っていますよと。で、ダイレクトメールだとか、小冊子だとか、その一緒に添付する資料に関して言えば、これは有料で販売しますよと。 僕が太陽光発電をその10年以上ね、チラシ広告で売ってきた、チラシ広告以外の成果物をこれは有料で販売しますよと。はい 蓄電池もそうです。蓄電池の,そのチラシ交互で売るやり方っていうのは、その小冊子だとか、ダイレクトメールっていうのはどういう内容なんですかって、もうよくね、ホームページで問い合わせに来るんですよ、<laughs> ただで欲しいからね、その読んだ人とかが。だけどやっぱもう、だめですっていうふうに言っているんだけど、あのそれはやっぱり有料でご購入いただいている方もいらっしゃるしで、あとは僕に依頼される方ね。 あの例えば違う業界の方があのこうこう作ってくださいってお願いされたら僕が作りますよとでそれをじゃあ作るやつは無料で公開するわけないのででやっぱり有料になりますよとチラシとか小冊子もそう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 ,うそ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 んなもんも完全シール僕が作っ、はい 太陽光で僕がシガソーラーアミニティとしてあのやったやつは無料でねあのそれはもうプレゼントすることができるけどねチラシ広告だとかそういうノウハウ系に関してはただ成果物に関して言えばこれは有料ですよと太陽光のチラシ広告だけ、まあ、例外で書籍に載せるために、まあ、無料で。 無料でっていうかねあの載せることにしましたけど1500円の方に載せることになりましたけどまあまあそれもあの、まあ、さっきも言ってたようにその太陽光全盛期の時は僕は嫌だった太陽光全盛期の時にライバル業者が同じようなことして増えてそのうちの売り上げが下がっていくのは嫌だったからそれは僕はあの全然やる気はなかったね全く、うん、ただ太陽光バブルがはじけてガーンって下がっていった時にまあもう今更真似する人はそんなにいないだろうと太陽光でね まあまあ、多分でも多分蓄電池ではこれから真似する人は生まれてくるかもしれんな出てくるかもしれんなと思ったからその辺は有料でとあとは自分で考えましょうねと自分でアレンジして考える部分は無料でプレゼントみたいなただ自分で考えずにあの僕がやってきた成果物をそのまま真似して使いたいっていう人はこれは有料になりますよということに僕はしているわけですそこが境界線としてやっているのだから無料でプレゼントしできる部分っていうのはノウハウだとかその手法に関して のといえば、自分で考えなきゃいけないから、どうせ真似してもみんな失敗するんですよ。<laughs> センスのいい人はいきなり成功するかもしれないけど、僕も2年かかりましたからね。うん、神田さんのあの教材とかいろんなのを見て。 なんとかやっていくぞと、周りから大反対されてたしね、太陽光発電はチラシで売れへんぞっていう風に言われていたから、でももう僕にはそれしか、ね、方法がなかったから、それでやってきたわけ、ね、うんで、まあ、ある意味その、まあ、ちょっと本の話に戻ると、実は書籍って最新の情報ではないわけですよ、うん、実は。 さっきも言ったようにその執筆から本が書店に並ぶまでに、まあ、もちろん有名な人がやったら3ヶ月とか半年とかで一気にダーンっていくかもしれないけど普通の人っていうのはそんなに3ヶ月とかではあの本屋さんに並ばないからあのホリエモンとかと違ってねあのそういう人じゃなかったらやっぱり時間はかかりますからある意味最新の情報ではないですよとで、まあ。そこで本で本も 例えばいい本と悪い本っていうのがあるわけじゃない。まあ、僕はあると思ってるんですよ。いい本と悪い本。まあ、僕も、ね、あの星一つのレビューがついてたりとか、あっちゃーみたいな感じなんだけど。<laughs> うん、で僕のの中でその いい本か悪い本かっていうその見分け方何かっていうとあのその著者の人が実際に体験した話かどうかっていうのが、まあ、あるかなと思うわけね。でノウハウを喋っているかどうかあもちろんビジネス本に関して言えばね、うん、小説とかとは違ってビジネス本に関して言えばやっぱ初めての著者の人が 1>, 1作目とか2作目っていうのは多分いい本が多いかなと思うわけね <laughs>。やっぱ自分のノウハウを出していこうと出し惜しみなく書いていこうっていう人が多いからでやっぱりあのあのゴーストライターなんか雇わなくて自分で書いている場合が多いわけだからやっぱ自分で書いているっていうのはやっぱ魂がねその こう手に宿っている場合が多いかなと思うわけで、ね、なんとかしてこの本で、まあ、本を売りたいっていうのもあるけど、この本で、例えば、救われる人が一人でも増えるんだったら、あのもう全部書こうって僕は思って書いたんですよ。僕は本で救われた人間だから。うん、テレアポーを やめて何しようかなって探した時に僕は一冊の本に出会ってこれでいくぞっていうふうに本で救われた人間だからその同じようにね本を出して本を出す立場になった時に同じようにこ,う本でこの本で救われましたっていう人が一人でも増えるんだったらあの僕はもう全部書こうと何度も何度も読み返して <laughs> 書きましたよほんでそれが何冊目とかになってくるとちょっとエッセンスが薄れるんじゃないかなというふうにも思います あとはあの、出版社でも見てもいいかなと思います。うん、ある程度、大手の出版社があの出す本というのは、ある程度いい本が多いかなという,ふうに思うし、まあ、一つは自費出版か商業出版かというのは、一つの分かれ目でもあるかなと思います。はい、慈悲出版っていうのはあのお金をね 著者の人が全額払って、多分200万とか300万ぐらいかかるんですよ、本って。その200万、300万かけて、自分で本を出しますっていう人ね。で、大体なんか本屋さんあんま並ばないらしいよ。<laughs> そういう本っていうのは、うん。で、商業出版っていうのが、やっぱ普通のみんなが思っているその印税があるだとかあの、出版社が全額負担してくれて書くっていう、それが商業出版になるので、その商業出版で出した本っていうのは、やっぱりいい本が多いかなと思います。で、あとやっぱり、 ゴーストライターが書いていない、あの著者が直接書いている本っていうのがいいかなと思いますね。そっちの方がやっぱこう、うおーってこう力が入っているので、そ本から出てくるんじゃないかなと僕は個人的に思っています。うんまあ、もちろん僕の言ってるのが全てではないので、あのホリエモンなんてね、あの完全なレゴーストライターですから、<laughs> もう自分で書かないというふうに言っていますからね。まあ、それでも、あのなんかまあ、いい本もあると思いますし、全てがそうとは言いませんけど、 あのまあ、まあ一つ本の内容としてあのいい本悪い本の,あの見分け目っていうのは何か何かなと思うとやっぱ本買ってもなんかこれいまいちピンとこないなとかあのなんかこうしっくり入ってこないなっていう時って大抵ゴーストライターが書いてるんですよ <laughs> 大抵ね <laughs> パッタンみたいになんかもう読,める読むのちょっとやめちゃったわみたいな。文章とかは ちゃんと書いてあるんだよなんか変な読みにくいとかじゃないんだけどでもなんかスッて入ってこない何だろうこれみたいなのがあった時はスッパタッと。で大抵それはやっぱゴーストライター書いてる場合がまあ多いしねみたいな。であとノウハウをバーンって出してるっていうのはやっぱあの1冊目2冊目の本っていうのはやっぱ何としても売らなきゃとかいい本書かなきゃっていうのがやっぱ著者の人でもねやっぱ あるからさ本っていうのは一つのブランドでもあるしブランディングにもなるからその失敗できないっていうのもあるからねこう一生懸命書こうっていうのが伝わるんじゃないかなっていうふうにも思いますしねだから,だからあのもしこれを見てらっしゃる方であのノウハウを秘密にしようとかいうふうに思うんではなくて結構オープンにしてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますはいあのやづやの船大の社長も言っていたようにどうせノウハウとかあの聞いた聞いても あの人がね、ノウハウを出しても、それを聞いた人が、わ、いい話聞いたなって終わる、だからあの、なんていうの、セミナーばっかり通ってて、何一つ実践しない人みたいな、本ばっかりいっぱい読んでねあの、何もやってない人みたいなであの、起業を準備中って言いながら、えー、その何年も経っている人みたいな。<laughs> <laughs> っていう人が多いらしいです。初めの一歩を踏み出さない人っていうのがいっぱいいますので、はい、あのだからノウハウっていうのは出してもいいのかなっていうふうにも思います。だから僕はそう思っているので、はい、あのど,んど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 ん出していますし、どうせ星一つのレビューを書く人って、多分どうなんかなみたいな、<laughs> ノウハウコレクターなんじゃないのみたいな。 うん、実践してる人がそんなこと書かないかなと僕個人的には思ってはいますので、はい、だから僕もその星一つとか書くかとか言われたら騙されてなかったら書かないからねそんなのは、うん、よっぽど頭に来られると星一つとか書かれちゃうかもしれないけど <laughs>、うん、だけどまあ僕の本も星 4, 4つ以上あるので、まあ、結構。 あのもしまだ読んでない方はあの読んでいただければ嬉しいですしあのもしまだ買ってねレビュー書いてない方はぜひレビュー書いていただければなぁなんて思ったりもしますので、まあまあ、ノウハウっていうのはその多分それぞれみんな営業のノウハウだとかマーケティングのノウハウとか例えばライティングのノウハウとかあの営業もそうなんだけど10年とか20年とかやってたらもう それなりののノウハウハが自分の中でであると思うんですよでもちろん人によってはいやこれは違うなって思われたりもすることはあると思うんですけどそんなの全然批判を恐れずにどんどんどんノウハウを出していけばあのそれで救われたっていう人がね何人かに1人はいてると思うのよね。 それが5人に1人なのか3人に1人なのか10人に1人なのかわからないけどそのたった1人の人が救われるんだったらノウハウを出してもいいんじゃないかなというふうに思っちゃいますのでぜひぜひノウハウというのはどんどん出していきましょうねと、まあ、言いたいかなと思いますね。先生今日もあありりががととううごござざいいまましたす